試合の方は大橋トールとマイク・ベイリーのマッチアップです。さあゴングです。カナダからやってきたスピードボール、マイク・ベイリー現在タッグチャンピオンです。さあツイッター連携キャンペーン実施中です。ツイッター連携をオンにしてコメントをしてください。お一人に好きな選手のサイン DDT グッズが当たります。そして本日の解説は高木三四郎選手お一人です。よろしくお願いします。なんでこれがまあ日本におけるお前人気の差だ俺。まあ、マイク・ベイリー選手もね、真央選手がね、今ちょっと怪我でね、はい、欠場中ということで、パートナーがいないのは寂しいでしょう。そうですね。おお、さすが受け止めると強い大橋トール。しかしスピードではもちろんスピードボール、マイク・ベイリーのものですが、そうですね。ああ、これルチャリブですね。ああ、そうですね。はい、ああ、上げましたね。あれはだいたいヘッドスプリング一発で上げるもんなんですよ。そうですね、力技で上げていきました。さあ足元を救われてフォール合戦、ここは五分と五分。大橋選手の方がお前なかなかやるなって感じでしたね。そうですね。さあ原島が出てくるとなると奥田圭介です。これは原島にとってはちょっと仮想青木真也になりますかね。そうですね、またスタイルはねちょっと違いますけどね、はい、まあでもね奥田選手もですね、はい、この DDT でのし上がろうとしていますが、いきなりこの原島と戦えるのは美味しいですよね。あ、これ今データ出てますが、中学時代ディザスターボックスのストラップを父に買ってもらったってあります。そう、なるほど、こんな過去があったんですね。つながりがあるじゃないですか。ありますね、なんか。ということはあのディザスターボックスがこの新木場とかで大暴れしていた時に、はい、奥田選手のお父さんが見に来てたってことですかね。なんですかね、あんまりなんかそのプロレス好きそうな見えないんですけどね。はい、はい、なんかあのプライドとか K-1 で育った世代っぽいんですけど、実は意外にプロレス好きだったんですかね。プロレスラーとして活躍して最終的にね、今のところ DDT にたどり着いたっていうのはなんかそういった嗅覚もありそうですよね。そうですね。ただね、皆さん、はい、先月あの巌流島、はい、ございましたが、ありました。なんとあの奥田選手、巌流島優勝しましたからね。巌流島の初代チャンピオン、初代チャンピオンですよ。プロレスラーは強いんだっていうね、はい、桜庭選手がかつて言った言葉を、そうですね、2018年、はい、巌流島の中心で叫んだ男ですよ。いやそうですね、はい、まあ、その勲章を引っ下げてこの DDT にやってまいりましたが、相手は原島です。原島が今ね強引にアンクルからですね回転してサソリ固めっぽい、そうですね、変形のサソリっぽい、はい、あ、このまま変形、まあ、そもそもねサソリ固め自体はやっぱアマレスの、はい、からねやっぱり来てますから、あの相手を転がすために使うテクニック、はい、そうです、そうです、ね、なんていうのちょっと知っちゃいましたけどね、はい、うちの娘よく使ってましたね、はい、高井選手もね、お嬢さん2人、はい、ずっとレスリングやってましたけどね、はい、でも平田はね、弾き飛ばされましたね、はい、こう平田はちょっと、ね、ちょっと怒んなきゃいけないですよ。そうですよね、ほら、ちょっともうね、奥田選手は平田選手眼中ないという感じになってますんで、振り向かせなければなりません。そうですね、あ、全く、あら、見えてない、全く見てないですね。あ、しかし相手がアントーニオ・ホンダに変わった瞬間、平田の正規が、あ、今膝から落ちましたね、だが中村膝が中村バックリだ、バックパックだ、バックパックだ、もうダメだ、ギブアップだ、あーちょっと待って北さん、でもここでギブアップしたらちょっと昨日俺手伝いで考えてきた昔話があるんだけど、それを話さないことにはギブアップできない。でもそれを話したらギブアップするから聞いてもらっていいかな、平田。昔のよしね。聞きましょう。そうだよな。はい、ゴンギツネ。じゃあ。いやーもう秋ですね。もうすっかり秋といえばまあそうだな、食欲の秋。今日はねそうだ、ブドウでも食べたいな。よしじゃあマスカット買いに行こう。マスカット。よし、どこ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 。ゴンゴン。すいません。マスカット売ってますか。ガラ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 。よし、頑張るよ今日は。行くぞ。一個入ります。ブラリーブラリー。行くぞ行くぞ。スパーン。
どうぞ、うわこれはマスカットというかマラカットだー、マラカット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 。今日もビギナーズゲストに松木さんがいたら大爆笑だったんでしょうね。もう松木安太郎さん大のお気に入りとなりましたからね。そうですよね、終わったところずっとやっぱ思い出し話しましたね。ちょっと今回はでも後日ね、はい、ちょっと一工夫入れてきましたね。そうですね、最近は本当そのものズバリが多かったから、あのねブチッと言ったらやっぱりちょっとねいろいろ問題あるんで、はい、あ皆さん見てください、もうそっちのけでやり合ってますよ。ゴンギツネの余韻が消えましたね。あでもねこれはやっぱ奥田選手も、はい、まあ、この今浜島選手に噛みついた方が一番美味しいってやっぱ分かったんですね。そうですね、分かってますね、はい、あと原島選手も意外にあの奥田選手の持ってる総合格闘技の技術をですね、はい、原島選手も持ってますから、ね、そうですね、はい、ちょっとこれじっくり見てみたい戦いではあります。でも原島にしてみたら、はい、やっぱ奥田圭介のようなタイプの選手ってのはね結構そんなにね苦手だと思うんですよ。おお、はい、そうなんですね、クールじゃないですか。はいはい、はい、テレビの前の皆さんも平田コールお願いします。アベマ TV をご覧になっている方も大橋選手の思い届いているでしょうか。そして何よりもこの平田選手にみんなの応援が届いているでしょうか。場内は平田一色になりましたね。残念ながらあまり長続きはしないんですが、はい、あのやっぱ大橋さんが、ね、その都度その都度煽らないとです、ね、はい、あの会場が一体化しないです。そうですね、はい、また消えましたね、はいはい、そこにマイク・ベリーが襲いかかるが足を出していくインサイドキック、肩にはまるとね平田選手もね強さを発揮しますからね。そうですね、さあここに大橋取る、カウントをかわしていくバックを取るが問題にしない大橋取る、出たルチャ殺法飛びますかね。お、行きますか。ルチャの後は相撲殺法、のど輪落としはマイク・ベイリー、トンボを切ってさらにマシンガンキック、何を見せる、きたーコークスクリューシューティングスター、そのパドリでやりますからね、はい、あーまずい、大橋通る大ピンチ、ダブルニーダバップは自爆。さあマイク・ベイリースピード相手か、ブートが待っていた、いや、やっぱり、ね、今ね角界がね揺れ動いてるだけに、はい、大橋さんには頑張ってほしいですね。そうですよ、はい、大橋選手もね元力士として思うところはあるでしょうからね、はい、頑張ってほしい。さあもう目つきが尋常じゃありません、原島と奥田。さあ来ましたよ、あ今ねベイリーはアントにタッチをしたんですかね。なるほど、はい、権利ないですよね。おー来た、さあこれアントニオ・ホンダのスイッチ変えてきましたよ。アントニオ・ホンダ選手このナックルにはこだわりが見ます。しかし原島はエルボーでそれを迎撃、ロープに振っていくところ、ルーティースプレス、拳をダースで与えてエルボードロップ、フォアームドロップを見せていきます。さあいいペースを掴んでいったアントニオ・ホンダ、得意のバイオニックエルボーへの除去が、さあ決まるか、決まらない、さらにトップコーナーに乗せられて、投げますかね、投げますかね、これなだれ式狙ってますね、はい、狙ってますね、この落差で落とされたらたまらない、しかも原島はグリップを外さず、ファルコンアロー、なだれ式ブレンバスターからのファルコンアロー、
これもカウント2です。ちょっとね、あのローンバトルになっちゃいますね。そうです ねここはアントニオ・オンダとしては奥田につなぎたいところではありますが、このまま私どこかで見たような光景ですね。ああそうですね、気を確かに俺にタッチを。そんなバカな、大橋さんの疲れて寝てしまった。そんな時は私にタッチを。もう選択肢は1個しかありません。大橋さん大丈夫ですかね。大丈夫ですかね。完全に脱力してますよ。あら、いつの間にか相手がベイリーに変わってるが、ジョンウー、そこに奥田が入ってきた。さあ奥田と原島の蹴り合い。いやこれはすごいですね。いやすごいですね。あおハイキックとハイキックが交錯。ゴンリスネ対シトウ、ゴンギツネ、死闘、ゴンギツネがパクッといった。受け止めましたね、そしてダブルのゴンギツネ。ベイリーがこれ以上ないアシストを見せる。もうゴンギツネ、そして平田の死闘が首筋に炸裂。もうリング上には平田を止める者はいません。パワーアップするんですか。しますね。何を狙ってるんだろう。何をしようとしてるんですか。何をしてる。とりあえずリング上には戦う相手がいませんからね、はい、パワーアップの出しどころをどこに持っていけばいいんでしょうか。とりあえず踊りに全力を捧げているようです。はい、まあ、でも今日はキレいいですね。ええ、アントニオ、そしてアントニオ本田がフラフラになりながらもゴン、ゲッツで、ああしかし平田メガネがガードしますね。ガードしてる、引かない。ゴンリスネが通らない、引けない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 。引き指をしたアントニオ本田、しかし低空ドロップキックからゴン、ゲッツで、ラーブ、シャイニング、ゴン。そこからアントニオの、うわー、しかし、さあ、奇跡を呼ぶか、逆転、一発逆転、首固め。15分3秒、勝者、平田和樹。しかし、これはこれは奥田が怒った、それを原島が止める。おー、すごい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 。いや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 、この2人はすごいな。ちょっとここまで、はい、まあ、奥田選手は分かるんですが、原島選手があそこまで感情的になるのは珍しいですね。でもね、DDT はない緊張感ですね、これね。久しく見なかったですね、これがね。いや、これ高井さんのおっしゃる通り、はい、独特の空気を持ってますね。いや、そうなんですよ、もうだからもう本当ね、もっともっともっとやれやれって感じですよね。ああ、すごいすごいすごい。青木選手もやる前に、おい、お前こっちやらせろ。ああ、なんだなんだなんだ。そう、原島選手、岡田選手、落ち着いてください。もう試合は終わってるんですから。もうちょっと次の試合も控えてるんで、ちょっともう控え室戻ってください。うるせえ、こいつでやらせろよ、お前。試合は終わってるんですから。お前まだ次の選手は、岡田チーム、あー、あ、すごいの入りましたよ。あんたバカか、二人がこれだけ熱くやり合ってんでしょ。試合組むしかないでしょ、シングルマッチを。鉄は熱いうちに打てって言いますよね。来週、まじまじ水曜日ですよね、10月10日、はい、来週10月10日、原島対奥田シングルマッチへ決定します。
すがに今はね、今はねちょっとね、はい、まあここはねしっかりと、ね、話も熱くなってるでしょう。ガンリジマチャンピオンなめんなよバーベン。今の言葉は説得力ありますよ。これは原島選手、10月の後楽園大会対青木戦を目の前に、奥田という強力な、そして恐ろしい敵が現れました。なんかね、久しぶりに怖い原島見たいですよね。しかし何かもう原島はすでに笑顔です。ちょっと蒸発されて熱くなっちゃいました。でもね、ああいうの嫌いじゃないですよ。そういえば奥田君 DDT 所属になったから、入団のお祝いをがっちりやってあげます。なんでこんな感じだけど、いつものやつやってやるさ。来週がっちりやってやるさ。素敵な入団祝いしてやるさ。なんでかって、それは鍛えてるからだ。原島流の入団のお祝いですか。いや楽しみですね。でも明らかに原島の目の色変わってましたからね。いや変わってましたね。このね、こういう刺激はやっぱいいですよ。またこういった刺激をもたらしてくれるだろうという高市さんの期待もあったわけですね。ああ、ありましたね、やっぱり奥田は持ってますよ、そういうの。さあ、ノンタイトルではありますが、来週の10月10日マジマジで原島と奥田のシングルマッチが決定です。